この小部屋、聞いて聞いて。先日、大阪の熊さんが主催のクラブハウス上でオカリナ交流会がありました。そちらのオープニングを演奏させていただいたんですが、松田聖子さんの青い珊瑚礁を演奏しました。こちらを聞いてくれた方から、もう一回聞きたいよって言われたのと、そのお話を聞いた方から聞かせてほしいって嬉しいメッセージをいただいたので、こちらに載せさせていただきます。この日は他に童謡を一曲ということでしたので、私は青い珊瑚礁に続き海を演奏いたしました。海は、海は広いなの海と松原遠くの2曲を演奏したんですけれども、そこに父にオーシャンドラムという波の音がする楽器で参加してもらいました。人生初の父と私の共演となりました。一つ感心したことがですね、その楽器を初めて手にするわけですが、父は、最初はこう、なんて言うんでしょう、じゃら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 して、とても波の音には聞こえませんでした。それから、なんと40分間、何も喋らず波の音を研究して、最後はなかなか綺麗な波の音が出てたんですね。で、その姿を見て、あ、こういう人が楽器が上手になる人だって、思ったんです。なればいいやじゃなくて、もっと綺麗な音、もっと本物みたいにってやっている姿を見て本当に感心いたしました。はい、ということで今日は、松田聖子さんの青い珊瑚礁をお送りいたします。では聞いてください。